社式宗吉は、日本の実業家。新日鉄住金ソリューションズ株式、会社代表取締役社長を務めた。東京都出身。東京都立富士高等学校を経て、1977年、東京大学経済学部卒業、新日本製鉄入社。2000年新日本製鉄エレクトロニクス、情報通信事業部金融システムソリューション部長。 2001年新日鉄ソリューションズ金融ソリューション大一事業部長2005年新日鉄ソリューションズ取締役企画部長総務部長2007年新日鉄ソリューションズ取締役企画部長2009年新日鉄ソリューションズ常務取締役2012年から新日鉄住金ソリューションズ代表取締役社長を務め もののインターネット化への対応を進めるなどした。2019年日鉄ソリューションズ、取締役相談役に退いた。新日鉄ソリューションズ社長に、社式市日本経済新聞2012年3月2日府、代表取締役の移動のお知らせ2012年3月2日、区新日鉄ソリューションズ株式会社、経営一言、新日鉄住金ソリューションズ、社式宗義社長、 困っていない、日刊工業新聞2018年5月4日5時、展望2019、新日鉄住金ソリューションズ社長、社式胸よし IoT 関連の技術蓄積日刊工業新聞2019年1月31日ご自身社長2月21日、新日鉄住金ソリューションズ読売新聞2019年2月21日、ありがとうございます。